大体あるんですよ。もう今回ね、なんと、はい、ほとんどある RV パークのご紹介、はい、欲しいものが大体揃ってるんですよね、もうね、これね。すごいよね、うん、超高規格。はい、はい、今回ご紹介するのはこの7月にオープンしました山梨県南アルプス市にございます RV パークラグウェイ南アルプスでございます。こちらロケーションはといいますと、南アルプス市の富士山の北側に位置しまして、中央道の甲府昭和インター15分、韮崎インター15分、中部横断道では白根インター10分というところにあります、うん、こちら中央道と、まあ、東西にね行ってる中央道とこの中部横断道、うん、ちょうどね交わるあたりなんですよ。あ、そんな、うん、いいところやね。で、近隣の観光アクティビティグルメっていうところで行きますと、うん、観光局の方に伺いましたら、うん、南アルプスの連峰登山ですね、それとは夏はフルーツ狩りですね、うん、季節によって、こういったフルーツのフルーツ狩りがございます。はい、はい、そうしましたら、設備気になりますよね。なる。こちらね、お写真の方はいただいたんですけども、これが全容ですね、うん、前の道見ていただいた通り、広い道がございまして、こちらから入っていきます。自販機も見えますね。うん、自販機、はい、で入っていきますと左手に建物がありまして、こちらで受付をします、うん、で一番奥に行きますとサイトがあります。車3台分です、うん、横にはね見えますか、これ瓦のチップを敷き詰めたフリースペースもついております。いいな、だから車止めて横に出せるんやね。そうそう、うん、ね、テーブル椅子出せていいよね。すごくリラックスできそう、うんうんうん、で各サイトごとに2口の電源とダンプステーションと水道がございます。シンクですね。そう、シンク各サイトにあるってすごくない？うん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 、うん、そうやね。であと各サイトにはね、夜になるとライトアップといいますか、常夜灯、うんうんうん、ございまして、綺麗に夜もね安心ですよね、うん、はい、そしたらサイトの奥見ていきましょう、はい、はい、左側に見えますのがこれが二口の電源です。上のボックス開けていただいてスイッチをします。それから右側に水道の蛇口ですね、これがありまして、下のマンホール回して開きます。そうしますとこちらにダンプステーションが出てきます。はい、こちらでね、排水ブラックタンクの処理ができます。水がしっかりかけてきれいに清潔に保たれております。はい、最後はね蓋してくださいね。はい、その右側にシンクがありますので普通の洗い物とかもできるんでしょうね、うん、はい、各サイトにそういった設備があるっていうのはいいですね。いや、すごいよね、うん、区切られるんでいいですね。見られないというところもあるよね、うん、そうですね、うん、晴れた日にはね富士山も見えるということです、うん、あ、そう、うん、いいな、うん、俺ちゃんと見たことないわ。あ、本当に？あれ新幹線の見ないよな。そう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 、で通路側によってじゃ見え方がするんだよな。そう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 、うん、あ、そっちやったんかとかなんだよな、うんうん、各サイトの設備はこんな感じで、はい、です、うん、それからさっきのね受付の建物、うん、ね、ぐるっと行きまして一番奥がサイトやったんですけども、サイトの奥まで行きまして左側回り込みますとこの受付の建物の裏側に回るんですけど、ドアありますね。うん、何ですかこれは。これは何やろ。あ、ここにも水道あるやん。うん、そうそう、洗面やね、洗面、あ、鏡付きの水道ですね、うん、いいです。洗面所ということですね、うん、お化粧とかにもいいですよね、うん、そうだね、うん、これ蛇口すごない？蛇口すごかった今。本当？はい、入って右がおトイレ。はい、入って右がおトイレですね。こちら24時間の水洗様式の温水洗浄ありのウォシュレットですね、うん、そうだね、ありのおトイレになります。綺麗な、綺麗、あ、これ十分というかすごいね、綺麗、綺麗ね。そう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 、ね、フロント内にもあるそうなんだけどトイレ、はい、そこは営業時間内しか使えないということですね。あ、そういうことですね、はい、はい、反対側何があるんですか。こちらはシャワールームです。おお、いいね。これは時間あんのかな。24時間いけんの、使えます。すげえ、はい、これさ、シャワールームってさ、うん、夏は水で行きたいね。真水、うん、水好きやから。そうやな、うん、あ、これもう完全に鏡あるから上ちゃんボディチェックにいいですね。キレキレのね、お前な、カット入ってるんでいっぱい。そうやな、うん、チェックできるね。え、これシャンプーとかもついてるのかな。うん、ガラッと回りまして、はい、シャワーですね。おー、うん、おー、はい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 、いいですね。いいね。あ、これはいいわな。はい、こちらの建物はこっちの建物はこうなってたんか、うんうんうん、
ほんでね、今車庫見えました？見えた。はい、右手にね、うん、車庫あったんです。こちら車庫の奥なんかドア見えるでしょ？見えあるね、うん。うん。ここ入りますとね、うん、なんとコインランドリー。すごっ。があります。併設ってなかなかないよ。なんかすごいやつやな。なんかうん、そう。これ洗濯機やと思ってたんやけど。最新式ですかっていう感じやな。そうやな。うん。ちゃんとカゴも置いてくれてて。充実設備やったね。すごいよね。まあシャワーあったらまあまあいいよね。うん、洗濯して帰れるってすごく嬉しいけどね。あ、まあまあそうだよね。泊まってる間に洗濯終わったら帰ってから大変なんやね。帰ってからが大変なの。ほんでね、うん、洗濯もそう、わざわざコインランドリーに寄って帰るのもまたその待ち時間がね、めんどくさかったりするね。待ってくれない子供たちね、うん、そう、だからここでチェックアウトまでに済ませられるっていうこの便利さ、うん、これはいいですね。あ、いいな、ちょっとびっくりしたわ、うん、俺ね、うん、高規格やわってこんなに言ったことないよ、高規格っていう言葉そうやな、うん、それからお風呂の方がですね、はい、温泉な夕日まりの里、うん、樹園、こちらの方が徒歩5分のところにございます。はい、源泉かけ流しの天然温泉、すごいよね、うん、うん、ちょっと盛りだくさんやから走るで走って走って、うん、あとさ、うん、まあ、こんだけ高規格でラグジュアリーやったら、うん、まあ、大人嬉しいやんか。嬉しい。子供遊ばれへん。あ、そっか、ね、確かにな、子供遊ばれへんでしょ。なんと、はい、御台南公園、車で4分、はい、こちらが東京ドーム7個分の広さで遊具噴水がいくつもあって水遊びも可能と。これはありがたいよ。これね、うん、水遊び可能って夏もいいね。そう、うんうんうん、子供も喜ぶし。そう、これは観光局からもおすすめされてる公園なので、南アルプス市推しの公園なが車で4分のところにあります。その様子がこちらでございます。はい、これマップですね、うん、まあ、見ればこれ広いなっていうのは分かるんですけども、そう、うん、公園の総合案内所ですね、うん、はい、進んでいきますと、お、広い公園やな、芝生もあってさ、いいやんか、うん、あ、遊具見えてきましたね、うん、いい遊具があるよ。これ何、これすごいやん。これなんかあれやんか、上まで登っていけるようになってる。へえ、俺子供の時こんなん上がったな。わかる。しかし手ぶれせんな、すごいね。むちゃくちゃ綺麗ありがとうございますこんだけ緑あったらもう、わあ、綺麗な景色。これ、ね、川、芝生がすごい綺麗な。綺麗な広場、すげえ景色が綺麗わ。晴れとってもうちの近所こんな晴れへんよねそう、うん、なんで綺麗やろこんなに。晴れ方が違うよな。晴れ方が違うな、うん、やっぱ山が多いし、何なんだろうね、うん、そうだね、うん、それからお風呂、先ほど申し上げましたお風呂なんですけども、はい、そちらもね、いただいてます。かけ流し温泉樹園、こちらも進んでいきますと、ふるさと文化伝承館というのがあるんですね、うん、展示してあるのかな。そうだね、館内も見舞われるような感じなんだよね。そうだね、行った先々の歴史とか好きちゃいます。あ、わかる、わかる、うん、歴史ちゃんと勉強してへんかったけどな、うん、聞きたがんねんな。そうそう、だから繋がらへんねん、点と点やねんそう点と点やねんな。そう、全然繋がってけへんのよ、うん、最近はな。でそういう時に子供に聞かれねん、大体いつの時代の人とか聞かれて、そう大きな声で聞かれて、そこで答えられへんっていう恥ずかしさな。まあしゃあないやそそれからお風呂の樹園はこちらです。はい、はい、お風呂はねこちらとなっているようですね、うん、公園かいいね。公園が近いのはありがたいな、まあ、うちは子供がまだちっちゃいんでね。そうちっちゃいのもおるんでね、うん、あんまり大人ばっかり楽しんでたらね、そう、怒るんですよ。怒るな、うんうん、誰が怒る息子ドラ息子が、ね、怒るんですよ、うんうん、ういちゃん、その他、うん、お酒足りなくなった、水足りなくなった、ちょっと食料が足りないってなりましたら、うんうん、コンビニが車で2分のところにあるので、これもまた便利やな。あ、その近いんや。近いです。はいはいはい、はい、ガソリンスタンドも車で3分のところに。あ、その近いんや。うん、だいたい整う整うな。整います。ないもんなんか思いつかへん。ないもの、うん、さらに、まあ、のは分かるけど、うん、キャンピングカーないねんけど、うん、今これ見られてる方ないけど、車中泊車、キャンピングカー、うん、ないけど見られてる方もいらっしゃると思うんですけどね、うん、なんと、はい、レンタルキャンピングカーがございます。はい、車種がラグジュアリーやからな。なんとアドリアです。アドリアです。
で宿泊体験アドリア3台ありましてね、うん、マトリックス、コンパクト、はい、ツイン、この3台をご用意してまして、マトリックス、コンパクト、ツインの3台です、はい、でここで宿泊体験っていうのもできるんですけど、うん、それは24時間レンタルした場合の半額の値段で泊まることができます。あ、そうですか、はい、そう、中のねトイレとかキッチンとかは使えないんですけども、うん、中のもホテル並みの高級感あふれる車内で泊まるっていうことができます。見たない、見たい、こちら、うわー、3台分のアドリア3台分の様子はこちらになってます。はい、なかなか3台泊まってることってないよね。ないな。を開けてもらいまして、中はね、まあ、キャンピングカーショーでもよく絶対もう見ますよね。見る乗り込んで見ますよね、うん、リビングあって、奥にはベッドルーム、広いですよね。それからこちらはトイレやね。トイレ、うん、あ、ほんまやほんまや、うんうん、ドア開けたら寝室とリビングが切り離されたタイプやね、これは。そう、うわ、すげえ、切り離します。はい、リビングスペースも良かったね。今よかったね。次の1台、はい、これがコンパクト。あ、そう、うん、全然コンパクトじゃないよね、うちからしたら。うん、あ、これはそうですね、広いぞ、うん、なんか コックピットみたい。コックピットみたいだな、うん、こっちはトイレ、トイレ同じレイアウトかな。なあ、うん、このベッドはすごいな。このベッドはほんま大の字に寝れるな、すげえ、うん、まあ、もちろんエアコンついてましたね、今ちらっとね。ついてた、うん、そうか、電気パネルがこの辺りにあります。そうですね、はい、はい、最後の1台は、うん、これがツイン。ツイン2人用ってことかな。開き方が違うぞ、スライドドアや。ほんまや、すげえ、スライドドアや、すげえ。で乗り込みますと、これキャプテンシートみたいなやつやんな、うん、なんかな、あれくるっと回るんでしょう、後ろ向きに。はいはいはい。でテーブル、椅子、テレビ、モニターってあったね今、うん、でこれがベッドルーム。うーん、後ろ見て、なんかドカンと開きそうやで。うわ、ほんまや。こちらがお手洗いと水、手洗いはですね、うん、シャワーがついてんで。すごいね。お、あ、そういうことですか。はい。あ、こういうお写真いただいてるんですけど、これこういう止め方していいみたいですね。なんかグループでね来られて。ああ、確かに、うん、うんうんうん。それからあと夜、ああ綺麗ですよね、やっぱりラグジュアリーだ。星綺麗そうやな、ここ。うん、本当やね。もともとお空綺麗ですし、まあ曇ってなくてちゃんと晴れてたら。あ、で星見るときね、月が出てると星見えにくいんですよ。ああ、うんうんうん。月が裏っかいっていうときですね、狙いが。地球、月が太陽と同じ位置の方かな、うん、月がこのほら180度の、うん、裏、まあ、じゃあ何かある追加情報。さっきのその車庫があったよね。あ、そうかそうか、レンタルキャンピングカーされてて、うん、そう通常のレンタルもされてるし、24時間の半額の値段でアドリアの体験宿泊ができるのと、うん、あとねドライブもできるんですよ、はい、オーナーさんがね同乗してっていう条件があるんですけど、うん、はい、はい、実際に運転してドライブもさせてくれるっていうことなので。あ、そうですか、はい、自分が運転してオーナーさんは横で見てるんやな。実際に体験もできますね、はい、でレンタルキャンピングカーお借りしてる間、うん、お車の方はこちらの車庫で保管されますので、うん、ご安心くださいということでございました、はい、いや素晴らしい、すごい、うん、超高規格。まずアクセスがいいやろ。そうだね、日本全国からのアクセスがいいのと、子供にもいい、うん、空気がいい、うん、設備がいい、うん、でなかなかないダンプステーションまでございます。はい、コインランドリーもございます。ございます、うん、近くに風呂あります、近くにコンビニあります、近くにガソリンスタンドあります、シャワーもあります、うん、トイレは水洗様式、うん、温水洗浄付きですね、うん、洗ってやなそれは河原チップの上で足にも優しいところでゆっくりくつろげる場所もあって、標高320メートルほどやね。うん、まあ、ちょっと涼しいやね。あー、そっか、うん、はい、そんな感じでございました。はい、そもそもはい、その他につきましては概要欄リンクを載せておきます。車旅のサイトとこちらの会社のサイト載せておきますので、ぜひご覧ください。それでは今回は山梨県南アルプス市にございます高規格な RV パークとレンタルキャンピングカーのお店ラグウェイのご紹介でございました。はい、以上上ちゃんでした。マリでした。それでは皆さんまた次回、バイバイ。バイバイ。